結果この人どうなったかなんですけれども、はい、2ヶ月経ちましたよっていうね、こうなりました。やったことっていうのはこのヒアルロン酸を溶かすっていうね、手術の時に溶かしてます。で、あとは経血膜脱手術ですよって言ってね、もうヒアルロン酸も入ってない中でこれで良くないですかっていう話なんですよ。横から見たところですけれどもね、ズドーンって真っ平らなのが涙袋、くびれが出てこういう風に高くなったって、横顔美人っていうのは必ず涙袋この形になってるっていうね、これ知識として重要ですね。ヘルニアしてる限りは美しくないっていう話になります。たまにいるんですよ、言わないでしめしめどうせわかんねえだろうって。その修正料金はね、払うのが嫌なのかもしれないですけれども、見りゃわかりますからね、隠さないでください。他の患者様にすっごい迷惑になってしまうんで。このチャンネルではお顔の若返りの悩みを中心に、美容医療の様々な悩みを解決する、そういう情報を発信していきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。こんにちは、コスメディカルクリニックシンシア総院長の又吉秀樹です。今回はですね、患者様がですね、韓国で目の下のクマ治療と称して脂肪再配置ってやつですね、日本では裏ハムラっていう風に呼ばれてる手術ですけれども、これをやって全然良くなんなかった、だからですねヒアルロン酸を涙袋に打ってみたなんてね、それでニッチもサッチもいかなくなってシンシアで修正手術を受けた、そういうエピソードのある患者様のね、症例の解説をしていこうと思いますんでね、ハムラってね本当にこんなに再発するんだなみたいにね、ご理解いただけるようなね、そういう解説をしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。今回の患者様なんですけれども、術前はこんな感じなんですけれどもね、まずシンシアに来る前に二重を切開法で行ってます。で、目頭切開と目尻切開をやったっていうね、そういう感じでね、私に教えてくれたと。で、下まぶたに関してはですね、手術はやってないっていう話だね、ああそうなんだと思って、いろいろやってる割にはね、目の下やってないんだねなんて話をしながらね、で涙袋が欲しいんでヒアルロン酸入れましたみたいな感じでね、ヒアルロン酸はですね、なめくじ状態ですね、透けちゃって、で黒く透けるんですよね、だからね量が多くなってね、幅が出てくるとなめくじになってね言われたりしてね、まあ非常にかわいそうみたいな。まあこれはですね、もう涙袋を出すためにね、経血膜脱手術しないといけませんね、あとは溶かさないといけないですねなんてっていうね話でね、カウンセリングして手術っていうような感じになった、そういう患者様です。で、あとは患者様のご希望としてね、目周りすっきりさせたいっていうんでね、二重切開法したんだけど、上のまぶたもね厚くて重い感じなんで、ここのボリュームを減らしたいっていうんでね、切開法はしてあるけど、ここに小さい穴開けて上まぶたのね脂肪を減らすっていうね、特に外側の眼下脂肪を減らすっていう、シンシアではマイクロカット脂肪除去っていう風に呼んでますけども、その手術も同時にご希望されたので、それも同時に行ったっていうね、そういう次第です。実際手術に入ってみたらですね、右目に関してはあれひっくり返したらなんか傷あるなってね、手術受けたことないって言ってたのにな、傷がありますねって、右だけだったらね、なんかの弾みにこうやってコンタクトレンズとかで傷ついちゃってこういう風になってることもあるんだけれども、左目の方も同じ感じで傷があるんですよね。こうやってもうどう見たって人為的に切ったもんだよな。右も左もあればそれはもう手術してるよねっていう話なんですよね。シンシアではですね、修正手術がめちゃくちゃ多いんですよ。はっきり言って他のクリニックでお気軽経血膜脱手術、クマ治療とかね、適当なこと言ってあなたに合わせてちょうど取りますとか言ってね、裏ハムラだから結構切ってあったんですけど、ちょこっと切ってね、ぐじゅぐじゅぐじゅって引きずり出してね、それをね適当にあこれくらいって取ってる手術なんかね、もうあっという間に再発するんだよーなんてね、そういう動画ね作りましたんで、ぜひご覧いただければと思いますけれどもね、これなんかねもうがっつり切ってありますからね、なんだこれね、修正手術多いんですよ。そういうわけでね、保管クリニックでね適当にやったらそりゃうまくいかないって、すぐ再発もするしつってね、抜いてたらシンシアはね修正してるし再発しにくいんだっていう話がねしてるんで、どんどんね修正患者来てくださると。修正患者様なんですけど、やっぱね全然時間がかかるんですよ。ただでさえ又吉の手術は奥の奥の方まで解剖に従って見てるっていうね、いつものね正常の状態っつってね、眼球がいて下まぶたがいて、下まぶたには筋肉がいて、こいつが涙袋の
ったと。そこにね、涙袋に指突っ込んでたら骨の縁があって、その向こうが目の入れ物だから、その中に完璧に収まってなくちゃいけないっていうもの、こういう状態、骨を乗り越えてあるべきところから前に出ちゃう、眼科の外に出てきちゃった時に良くないんだよって、まあ紳士はヘルニアしてるって言ってね、ヘルニア治療しましょうねっつってね、カウンセリングではね治療するんですけど、それはね、又吉の場合はここからアプローチしてここまで見て治療してますよ。他のクリニックはちっちゃい穴開けたらプリッと出てくるから、それをね引きずり出してそれで終わりっつってね、ちょっとグロい写真なんでね、手術中の写真が苦手だったら飛ばしてください。又吉の場合はもうとにもかくにも奥の方まで見てます。ここに穴開けて、これね下斜筋っていう筋肉なんですけど、それの向こうまで見て大切な脂肪だけ残しますよって、出そうなやつはみんな取っちゃいますよ、これをね止血しながら端から端までやるってなったらそれなり時間かかるわけですよ。他のクリニックはねこんな感じですよってね、穴開けてちょっと引っ張り出したらぐじぐじぐじってこれくらいかなと思ったところで挟んで切り取ってるってね、他のねチャンネルの YouTube なんか見たらこんな写真ばっかり出てきますからね、こんなの私よりは10分切りますけれどもねって話ですけれども、これを私がやる手術はこの端っこの端っこまで中まで見て止血しながらね、一本一本血管確認しながらやってると、実は全然違うわけですよ。このお手軽ね、経血膜脱手術をやってるクリニックだって、なんかぐじぐじぐじって適当にやってますから、そりゃ癒着してるわけでね。でもどんなに癒着してても、またしたら最終的にこの形に持ってくんで、もうぐじぐじっとしてる分だけね、余計に時間かかっちゃうんですよってね。だから、修正料金いただいてますよっていう風にしてるんですよ。その修正料金をね、払うのが嫌なのかもしれないですけれども、見りゃわかりますからね。隠さないでください。もう手術、毎日ね、何件か繋がってるんですけれども、予定が狂うんですよね。他の患者様にすっごい迷惑になってしまうんで、この時間でできるはずのものが全然違う手術になってきます。修正手術ってめちゃくちゃ難しいんですよ。はっきり言ってたら気軽にできるようなもんじゃないですから、中からぐじぐじってやって挟んでるようなクリニックだったら肝根の向こうに脂肪が隠れてるから把握できないから良くならないんですよ。再手術したって良くならないことが多いっていうのはそういうことなんですけど、又吉の場合はもう必ずいつもの形に持ってくっていうね、大切なものだけしか残さないっていう風にしてるからっていう話なんですけど、再手術でも良くなるって話なんですよ。突然言われてないものがね、なんだこれと思ったらもう時間かかっちゃって迷惑かかるんで、もうたまにいるんですよ。言わないでしめしめどうせ分かんねえだろうって、自分ではねここに傷がないもんだから分かんないと思いきや必ず分かるものなのでね。ちなみにこういう感じになったら術前に写真撮って、修正料金は倍いただいてます。だいたいただの経血膜脱手術だったら5万円の修正料金いただいてるんですけど、これ10万円いただいてるんで、お互い嫌な思いするの嫌じゃないですか。もうちゃんと言ってくださいね、必ず分かりますんでってね、ちょっとこの動画で一言言わせてくださいっていう内容でした。これ術中に動画撮ったんでご覧いただきます。下からこういう感じで撮ってますけれども、眼下脂肪があってこれを撮ってるんですけど、眼下脂肪の膜のこっち側に骨に固定するように存在している脂肪があるんですけど、これ裏ハムラの特徴です。裏ハムラやってると思われます。又吉はね、裏ハムラの再発症例めちゃくちゃいっぱいやってますんで、裏ハムラがやってあったらもう全然わかるんですよ。裏ハムラをやっててもまあこんなに眼下脂肪がね残ってたっていうかね、あんま取ったり取んなかったりなんでね、裏ハムラやってるドクターね、この手術でもそうなんですけれどもね、この眼下をね構成する骨の前を剥離してちょこんとね固定してあったと、これハムラじゃんつってね。ハムラは修正大変なんですよ。もうハムラをやったらもう修正できないなんてのたまってるね、 YouTube やってるドクターも結構いるし、論文でもねハムラの術後は修正困難ですって書いてあったりね、韓国でもホームページ見ると韓国では裏ハムラのこと脂肪再配置って言うんですけど、脂肪再配置の後は修正が非常に困難って書いてあってね、まあそりゃそうですよね、中見てないんだから。全ての症例をね、手術一回もしたこともない人の目の再手術でも、どんな状況でも必ずこの形に持ってって終わる又吉だったらね、眼科の中見て骨のこっちをこっちを剥離してってね、ハムラだったらこの辺までバーッと剥がしてるんですけれども、そこの部分まで剥がしてみんなも全部できるんですよ。できるんですけど、言われてもないですね、ハムラここまでくっついてんの剥がしましょうねっつったら、もう予定もうめちゃくちゃ狂うわけですよ。だって時間かかるから、世の中のドクターたちハムラの修正できないとか言ってるところいっぱいいるんですよ。そういうドクターがいっぱいいる中で又吉はできるんだけど時間かかるわけですよ。だからハムラ術後の修正料金ってただの経血膜脱手術で高くいただいてます。ちょろいところは10万円いただいてます。何かっつったらこの辺までね固定してるふりしかしてないみたいなところだったらちょっと大変だけれども、それほどでもないっていう偽ハムラですよね。そういうような手術だったらね修正もねちょっと大変だな済むんですけれども、
クリニックとか張り切っちゃってここの辺の脂肪とここを1回にしたら一つの塊になっていいんですとか言ってね、めちゃくちゃですからねあれね。普通はねこの辺が一番高いのにこの辺が一番高くなってもっさりして変な顔になっちゃうんですけど、それを修正しようと思うとほんとめちゃくちゃ時間かかるんですよ。めちゃくちゃな反抗になってるんですよ。歯ブラでやってる脂肪なんて 100% 生き残りますとか言い出してる医者いますけど、あんなの嘘ですからね。こっから骨乗り越えてこういう風に血流が途絶するわけなんでね。だって眼球こんなに動いてるわけですよ。動いてるところでこの骨くん乗り越えてこうやってなるなんてね、脂肪生き残るわけないんですよ。でここがね引っ張ったり引っ張ったり、眼球が動かすためにここにね固定された脂肪っていうのがね引っ張れたりしてるわけなんですから、そりゃストレスかかって反抗になるわけですよ。脂肪死にながら反抗組織になってるわけですよ。そうしたらそれを剥がして取るってどんくらい大変かっていう話なんですよね。クリニックとかぶっちゃけ20万いただいてます。で20万いただいててね、実に教えてもらえなかったら40万になりますからね。またよしそんな額取りたくないんだよ本当にね。ちゃんと言ってくださいね術前はね。結局この方は手術になったら歯ブラやってんじゃん話になって、術後に聞いたらね、言い逃れできないわけですよ。だって写真あるんだから、あなたの右目これ左目これっつってね、あの動画も撮ってあるっつってね、これがこうなってるって自然界でありえないって話でね、実は韓国でね死亡再発しましたっつって、あそうですかっつってね、倍額いただくところなんですけどね、じゃあモニターでもいいよっつってモニターになった方なんですけれどもね、取れた脂肪がこんな感じですね。シンシアでは必ずカルテとね写真を一緒にやってね、あなたの脂肪ですって分かるようにしてるんですね。この写真だけだったら他の人の写真持ってきたって分かんないですからね。これ右目ですね。右目の眼下脂肪のおそらく外側の脂肪かなっていうね、下斜筋の外から取れた脂肪っていう意味ですね。これが歯ブラ固定してあったものですね。これはですね左目なんですけれども、下斜筋の内側から取れた脂肪、外側から取れた脂肪を下斜筋またいで中央の脂肪がこの辺にいるんですけど、下斜筋またいで内から取れるものは中央だろうと内側から取っちゃうし、外から遠くから取るしっていうね。でこれが歯ブラ固定してあった脂肪ですね。ほんのちょっぴりなんですよってね。取るべき脂肪を取って歯ブラの固定されてた脂肪を取ったって、このぐじゅぐじゅ汚い雰囲気なのが反抗ってやつですね。もう脂肪なんてねちょっとしか生き残ってないんですよっていうね。本当にこの事実を歯ブラやってるドクターたちは知らないんでしょうね。自分の修正しないから分かんないんでしょうけどね。事実はこんな感じです。これ見たらねもう一つ気づいてほしいことがあります。歯ブラやってるドクターってほんと適当に脂肪取ったり取んなかったりしてんだなってね。下斜筋またいで内側の脂肪だけ取れて外側はいなかったわけですよね。ということは偽歯ブラをやってはいるんだけど、自分だけでちゃちゃっと取れる脂肪これくらいでいいんじゃんと思った脂肪ね、韓国のドクターですけどね、外側の脂肪はないと、で内側の脂肪はこれ、こっちはうまく出てこなかったからかなんか知んないですけれども、どっちもちゃんとね残ってるみたいなね。わざわざ日本から韓国に行ってこんな適当な手術受けてるんです。まあ歯ブラっていう手術自体が適当なんだけれども、そうは言ったってね、取ってる取れてない取れてない取れてない、適当に固定してるかなんか反抗化してるみたいな、これが歯ブラの真実ですよっていうね。なんで自信持ってこういう風にね言えるかっていうと、又吉はここまで見てるからですよっていうね。何度も何度もしつこいけれどもね、この下斜筋またいで外から取る脂肪とこの形に全部なってるから、又吉手術の終わる時にはっていうね。前の韓国のドクター、ここは取りまくった、ここは取んなかった、左の方はどっちも取れなかった、変な固定してある、これが又吉だから分かるっていうね、そういうことですよっていうね。ちっちゃい穴を受けてぐじゅぐじゅって引っ張ってペアンで挟んでるから絶対これはもう分かんないことです。日本で歯ブラ修正してるっていう公言してるドクターなんてほとんどいないです。だって経血膜打手術ろくにちゃんとできるドクターほとんどいないんだからって、ね、これが教科書に載ってるんだからそりゃそうですよ。嘆かわしいけどこれが事実ですよっていうね。逆算の話ですと、韓国で裏歯ブラやったけど涙袋なんか出ないし、なんか適当にされてるからね、じゃあ涙袋欲しいからヒアルロン酸入れちゃおうみたいになってね、ヒアルロン酸ものはどこで入れたか分かんないけど忘れちゃいましたけど、ね、で入れたらナメクジになっちゃったって、これ歯ブラやったからダメなんですよ、涙袋入れたくなっちゃったんでしょう。そういう話でね、これ術前にねこの涙袋にヒアノさんが入ってなければ又吉はね結構な確率で歯ブラやってると分かるんですよね。なんでかというと眼球の動きでこの辺がぐじゅ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 動くんですよ、ね、骨の上で動いてる感じで不自然な動きするんですよ、一応連動してるから。まあこの方はねヒアノさんでもあるから見破ることができなかったっていうね、そういう話ではあるんですけれどもね。未熟を呪うというか無理騙されてたわけじゃないけれども、患者さんが術前に教えてくれなかったらこれを見てね、あなたウラハムラやってますねっていうね、そういうのはちょっと難しいかなっていう感じです、ね、結果この人どうなったかなんですけれども、はい2ヶ月経ちましたよっていう
ですね。こうなりました。やったことっていうのはこのヒアルロン酸を溶かすっていうね、手術の時に溶かしてます。であとは経血膜脱脂術ですよってね、もうヒアルロン酸も入ってない中でこれで良くないですかっていう話なんですよ。ここにね指突っ込んだら骨触ります。骨の縁触るのはここですからねっていう話ですね。自分で触ると分かるんですけど、ここより前に脂肪が出てたらおかしいんですよっていう話ですよね。だってそれはヘルニアなんだから、ここまでへこんでるのが当たり前なんですよっていう話ですね。この方はね、まぶたと顔の境界がわりかしはっきりしてる人、これはもう受け止めるべきものであってね、これはね皮膚が厚い 2.2 ミリ、こっちは皮膚が 0.6 ミリは皮下脂肪いるけど、ここは皮下脂肪いないんだっていうところで段差出る人は出るって話だけど、この時だって段差あるしっていうね、そういう話でね、歯ブラやったら段差が出ないなんて嘘ですからね。でヘルニアをしっかりなくしたから筋肉である涙袋が見えてるって話ね。で目頭切開してあって、その処理がちょっと悪いからちょっとこの辺がね涙袋が狂ったりしてますけれども、あとは目尻切開がしてあるから涙袋がシャキンとしないっていう、でそういうのもあったりするけれども、ここからここまでしっかり涙袋が出てきたのは筋肉だから残ってて、ヘルニアがいなくなれば出てくるんだよっつってね、最初からこうなりに来ればよかったのにな、韓国なんか行かずっていうふうに思います。ちなみに上まぶたもちょっとすっきりしてますね。もちっと前にめちゃくちゃ出てる感じからすっきりしたのは、まあ一つにはね、ここまで一つの圧力に支配されてるから、ここの眼下脂肪を取ったら上なんかくぼむ人もいるけれども、こうやってねすっきりするだけっていう人もいます。ちなみにこの人はご希望でね、ここにちっちゃい穴開けてマイクロカットって言って、ここの脂肪も減らしてますんでね、結果出ましたけどね、そのマイクロカットの脂肪もちょっぴりですけれどもね、前の切開した人はね、切開はしたけれども眼下脂肪を減らすことはしなかったんだななんて思いましたけどね。切開でもしないとなかなかこういう風にもっちりしてる二重っていうのはならないので、切開してるドクターもね、脂肪を取ってやりゃいいのになって思いながら手術終わりましたが、結果ね、マテオシが上と下の脂肪を減らしたことでこの人はだいぶすっきりしたなっていう感じになってるかと思います。これもね、斜めから見たところですね、ヒアルロン酸で涙袋一生懸命作ろうとしてね、失敗してますね、なめくちっていう状態です。この辺は歯ブラ脂肪ですかね、内側がこの辺出てますね。この辺はね、もう本当に分かりづらいんですけど、この涙袋だけ先に溶かしてるから、この辺ぐじ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 歯ブラ固定がおかしいことになってるのは明白です。横から見たところですけれどもね、ズドーンって真っ平らなのが涙袋、くびれが出てこういう風に高くなったって、横顔美人っていうのは必ず涙袋この形になってるっていうね、これ知識として重要ですね。ヘルニアしてる限りは美しくないっていう話になります。ちなみにこれがねダウンタイムです。手術直後ですね、結構時間かかる手術になったんで、上は上で脂肪抜いてるんでっていう話なんですけれどもね、次がねこれ1週間です。で下まぶたは普通の経過をしてるんですけれども、上まぶたのねここの脂肪を取ったやつが戻した時に再出血があったんだと思いますね。直後は出血見られてないんでね、後でくしゃみするとかそういう些細なことで目周りの手術は再出血することがあるんで、ここからの出血が下に回ってるっていう感じですね。まぶたって上で出血しても下に回っちゃうことあるんで、ね、ちょっと僕にしては術後の段階も強かったなと思いますけれどもね、変な話ですけどこの辺頭ガーンってぶつけたらこの辺まで内出血することがあるんで、1週間目でこれなんですけども、頭打っちゃったみたいに言っとけばね、まあ、ごまかせるかなぐらいの範囲には思います。今回の動画では脂肪再配置がいい手術だと思い込んで韓国に行った挙句全然良くなんなかった、そして実際蓋を開けてみたら結構適当な手術をされてると、歯ブラ固定要素なんかちょっぴりしかないし、脂肪ね偽歯ブラだから適当に取る向きものは取っちゃいましょうみたいなね、それすら適当だから取れてる取れてない全然取れてないみたいな感じになってたりね、歯ブラって結局そんな感じなんだよね、結局又吉がきっちりとした解剖学的に正しい形にした、ここにヘルニアがないっていう形にしたら涙袋がシャキンと出て顔がシュッとした形になるっていうね、そういう話をさせていただきました。そして又吉のクリニックは修正手術が多いから、でも修正手術は時間かかると、特に歯ブラの術後はできないって言ってるドクターが多いぐらい時間もかかるし難しいしっていうね、難しいけど又吉はできる、なんでかっつったら奥の奥まできっちり全で見てるから、どんな状態からでも必ずそこに行くから又吉は同じ結果が出せるっていうようなね。そして修正料金いただいてるけど、それを回避しようとして術前に黙ってたって、それ必ず分かるからねって、それは分かるんだよっていうね、そういう話までさせていただきました。今回の動画も面白かったな。韓国まで行って脂肪再配置なんかしたってこういう結果になるんだったら行く必要ないななんてね、ちゃんと思っていただけた方、ご理解いただけた方はぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。今回の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。